広島おいしいもの巡り、お好み焼き堀川の紹介をしていきます。お好み焼きほぼろの紹介もしていきます。竹原市の町並み保存地区、お好み焼きほぼろ、はここやね。みんなで食紅に気寄ってから懐かしいんよね。ほぼろ焼き一つ、子供ちゃんも喜ぶ味で大人も満足できるんよ。食べてみんさい。そう、竹原の町並み保存地区の中にあるお好み焼き屋さんになります。昔は醤油の醸造をしており、ソースもここの自家製です。ここのソースがとってもいいんですよね。まずは竹原焼きの紹介をしていきます。竹原焼きはお好み焼きの中に酒粕を練り込んだものとなっています。広島のお好み焼きなのでそばが入っていますよ。これがとっても美味しいんです。キャベツとか豚肉とかが入っていて、海鮮のミックスとかをできますよ。自分好みのお好み焼きを見つけてみてはいかがでしょうか。そこに竹原特産の酒粕を練り込んで深みのある味になります。マヨネーズもあったりしますが、そのままで食べるのが一番美味しいんです。さて、ここからはお好み焼きほぼろの紹介をしていきます。といっても玉浦の中に出てくるお店で、モデルはここの堀川になっています。みんなが玉浦のみんなが食べていたほぼろ焼き、チキンライスにネギ、ツナマヨのコーン、そして中には肉団子が入り、ネギがパラパラと乗って、お好み焼きの広島風のものとなっています。豚肉やキャベツもふんだんに入っており、子供から大人までもこれ大満足な味なんですよね。上にはチキンライスも乗っているので、これが食べ応えありありです。本当に満足できる一品になりますよ。もちろんトッピングもできるので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。妖精さんはお餅をトッピングしました。このお餅、腹持ちが良くてとってもいいんですよね。お好み焼き堀川、お好み焼きほぼろの紹介をしてきました。ぜひお好みの一枚を見つけてみてください。